交響曲第12番に単調。1917年、作品112は、ドミートリー・ショスタコーヴィチが作曲した12番目の交響曲。前作の交響曲第11番と同じく、ロシア革命の歴史を描いた続編としての性格が濃い作品で、第11番が血の日曜日事件を扱っているが、本作は1917年のウラジーミル・レーニンによる10月革命を扱っている。作曲者が10月革命とレーニンを具体化線とした、この作品はレーニンを偲ぶものであるとコメントしているように、この曲は1917年の10月革命が題材となっている表題音楽である。彼はこの題材で交響曲第2番と交響詩10月革命も作曲している。しかし、当局の体制に迎合した作品とみなされたために、作品の評価は低く、演奏会で取り上げられる機会は少ない。ちなみに、ショスタコーヴィチの交響曲全15曲中で、作品番号が連続しているのは、この第12番のオーパス112と、交響曲第13番のオーパス113のみである。本作は一気に書かれたものではなく、作曲者が1930年代末頃から着想していた作品を12番目の交響曲として実現、具体化したものである。ただし最初に着想したものと1961年に、完成した本作とは大きく異なっている。当時ショスタコーヴィチはかねてからレーニンを題材にした大規模な作品を構想しており、この時はレーニン交響曲というタイトルで作曲を計画していた。そしてその作品を6番目の交響曲として発表していたが、折しも第二次世界大戦の始まりによって、この計画は立ち消えになった。その後20年ほど経った1959年夏に戦争によって計画が頓挫したレーニンに捧げる作品を再び着手しようと試みて1960年の中頃から作曲を開始したがその年に病気によって一時的に中断したため本格的に取り組んだのは1961年の春から夏までの期間であった。一気に取り組んだ理由はその年の10月に行われる共産党大会において発表するためであったという。完成は8月22日になされた。世界初演の直前の9月8日に作曲家同盟において2台ピアノ版が支援されている。その年の10月1日にムラビンスキーによって行われているが、その数時間前にクイビシェフでアブラム・スタセービチの指揮、地元のオーケストラによって同時に演奏されていた。またレニングラードでは、同地のラジオとテレビで放送されている。公式初演が行われた10月1日は、当局の第22回共産党大会の開会日であり、それに合わせて作品が披露された。このムラビンスキーの演奏は録音されており、現在でも CD で聴くことができる。フルート3、オーボエ3、クラリネット3、ファゴット3、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、チューバ1、ティンパニ、大太鼓、小太鼓、シンバル、タムタム、トライアングル、弦5部4楽章形式であるが、すべて切れ目なく演奏される。演奏時間は約40分。革命のペトログラード、ラズリーフ、アブローラ、人類の夜明け。ありがとうございます。